はい、本日はですね、四国一周に行きたいなと思いますということでね、今から四国の高知県に行きたいなと思うんですが、四国見てください。ただいま1時半からね、こっからバイクに乗って四国高知に行くんですけど、こっからね、だいたい4時間か5時間かかります。なので到着はですね、6時ぐらいになると思うんですけど、視聴者さんとね、6時にお店では待ち合わせしてるので間に合うことか分かりませんが、僕のこのカメラの奥で嫁がですね、パッチを履いてるんですけど、パッチのおケースが破れてるのをこっちにずっと見せてますが、まあ、そんなことは関係なく僕一人でね、四国に行きたいなと思います。ブリブリ財務もやめてくださいね。では行きたいなと思います。寂しくない？全然。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。気をつけて。はい、あれからですね、何時間経ったか分からへんけども、今夕方の4時55分ですね。場所は徳島なのか香川なのか分からへんけども、スタートしてから197キロ走って、この旅でおそらくね、4000キロ行くと思いますが、ここがですね、阿波パーキングエリア、阿波踊りの阿波のね、場所だと思うんですけども、なんか結構大きいところかなと思ったら、トイレしかなかったんですが、ちょっと休憩していきたいなと思います。午後6時半到着。では今からですね、日本一周の視聴者さんに会いに行きたいなと思いますということなんですが、残念なお知らせです。今メール来てたんですけどね、一応インスタグラムで連絡取り合ってて、こんな感じでね、明日よろしくお願いしますみたいな話してたんやけども、今日の朝ね、僕ね、ちょっと雨降ってるから大阪出れないんで、日にち変えてもらっていいですかみたいなややこしいこと言うてね。ほんでその後ね、あ、でもやっぱ雨上がったから今から向かいますって言って行けます言ってくれたんやけどもね、結局仕事入れはったみたいで、そのまま仕事が抜けれそうにないんで、ちょっと今日厳しいですってことやったんで、いや、こちらこそ申し訳ないですって言ってたんですけど、わし一人やないかい。わし一人で飯食うためにわざわざ来たんかいと思うんですけどもね。あそこが高知駅ですね。駅前のところ。せっかくやからね、その教えてもらった居酒屋さんに一人で行こうかなと思います。こんな感じ、なんか銀シャリとか言ってね、四万十川で育ったイダマイ、ちょっとここに行きたいなと思います。釜炊きでね。美味しいんですか？はい。あ、そうなんですね。出してくれます。あの勝業龍馬さん、あれでしたね。あ、知り合いに教えてもらって。あ、そうですか。はい、はいはいはい。それではですね、ナレーションでお話ししてください。まずはルービーから行きたいなと思います。目の前にね、水槽があってね、それを見ながらごくごくと飲むんですよね。ぜひ一回行ってみてください。この龍馬っていうところに、ね、最高にうまいんでね、今まで食ったブリの中でもこれは日本一のブリと言っても過言じゃないぐらいシャキシャキしてました。こんなうまいブリあんのと思ってね、高知って言ったらカツオやろうと思ってね、カツオも頼ませていただきました。外パリ中フワなんよ、結局これなんよ、カツオ言うたらね。で、期待しなかった米が、これが一番うまかった。白米もずば抜けてうまかったんでね、この店行ったら魚目の前にして米だけ食ってください。で、まあ高知といえばね、このウツボも有名なんですよ。だからね、ウツボもね、どんどん食べていってくださいということなんですが、結局食ってんのってこれ白米ね。もう当てなしで白米だけで食えるぐらいうまかったんで、ぜひ行ってみてください。以上でした。ありがとうございます。あ、嘘でした。まだラーメン、まだラーメンね、最後食べましたが、もうほぼ記憶ありません。美味しかった。2日目ということでね、起きたんですけども、今日は愛媛に、ね、行きたいなと思いますが、その前にね、見てください、時間11時17分、寝すぎたやないかいということで、チェックアウトの時間11時なんですけども、17分過ぎてるやないかいということでね、なんか延長料金払います、1000円払ってね、今から出るんやけども、今日はね、今から愛媛に行こうと思うんですが、2パターンで行き方あって、最初はなんか高知からね、愛媛行くのって、このね、高速バージョンで行こうかなと思ってたんやけども、なんか下道の方がね、いろいろ見えそうな感じもするから、下道でね、行こうかなと思います。はい、では今からレッツゴー行きたいなと思います。では松山にレッツゴー。
では本日のお部屋紹介です。こちらズドン。いつもねホテルはね僕どんどん嫌いやからね、めんどくさいからね、全部嫁に任せてるんですよ。嫁に、今回松山でホテル愛媛の松山で取っといて言うてね、取っといてもらってます。コンクリート系の床かな。そして、髪の毛ベチャンコの卓造がねこちらにいてるわけなんですね。そして、僕がさっきまで着てた、形がもう残ってません。僕の形が残っているルイスレザーがあり、この辺にカバンがあって、ホテルはシンプルという形でね、今からじゃあ視聴者さんに会いに行こうと思ったりはしたわけなんですが、残念なお知らせがございます。何かというとですね、僕の視聴者さんには愛媛県松山の人いてませんということでね。僕日本一周行く言うてね、高知昨日行きました。今日は愛媛来てるんですけど、まだ誰とも会ってません。僕の視聴者は本当に日本全国にいてるのかと、ちょっと心配にはなってるんですけどもね。明日は香川県ではね、2人の方とお会いすることは決まってるんですけども、最初3人やったんやけどね、1人減って2人になったっていうことで、まあちょっとね今日は特にやることないから、今からね道後温泉でも行こうかなと思って、1人で温泉でも入ってこようかなと思いますので、ちょっとバイクでね温泉行きたいなと思います。その間にいろいろデータとかやっといて、サクッとね、今夕方4時ですけども、こっから5分10分のところにあるのでね、道後温泉行ってきます。はい、それではね、道後温泉に着いたのもええんやけども、激混みの激混みで残念なこと、あれプラカードよく見てみると、そう、本日は整理券配布終了いたしました。残念。朝の5時から並んでたらしいから、それは無理やばいうことでね。まあ、ちょっと商店街もフラッと見たんやけど、特に欲しいもなかったんですぐ終わりましたけどもね。腹も減ったし、飯行こうかいうことでね。愛媛といえば、そう、鯛めしということでね。鯛めしに行かせていただきました。こんな豪華なセットをね、ご用意していただいて。で、ルービーがありますけど、これはノンアルですのでね。皆さんご安心ください。これノンアルって書いてますけど、鯛めしってことで。はい、これ入れてる。うわー、やばいな、これ見て、このだしがうまいんですよね。だしと、あらららら、ぜひ、愛媛に行った際は鯛めしどうぞ。はい、おはようございます。ただいま9時7分、チェックアウトが10時やから、ちょうどいい時間にね、たまたま目が覚めましたけども、今日は今から高松の方、香川の方にね行きますので、行きたいなと思います。しかも高松で会うのはね、今回2人会いますので、時間遅れないようにね行きたいなと思います。よいしょ。香川県へ到着です。明日小豆島行きたいなと思ったんで、ちょっとフェリーについてね、今のうちにちょっと聞いとこうということで、香川港に来ておりますね。じゃあ高松港にね来て、で明日乗れるんかどうかとか、こんだけゴールデンウィークだからやっぱ車も並んでるんですよ。だからもしかしたら行かれへんかもしれんし、ちょっと一回聞いてきます。そしてチェックインします。はい、それではね、視聴者さんと会いたいなと思います。なんつったってこの旅初めてですからね、会う会う詐欺でね、会う会う言うて結局会ってないからね。今から初めて会うんですけども、もう多分すぐそこなんですよね。ちゃんとお店も予約してもらって、今からお会いさせてもらって、その後はその次の人もいてるんですよ。だからその最初の高知と愛媛が会えてないから2人会おうということで、今からまず1人の方お会いして、1時間後にもう1人の方また別の場所で移動するってことで、あの売れっ子キャバ嬢みたいなことしようかなと思ってるんですけどね、まあ、そんなことで行きたいなと思います。実は僕ね、ここ来る前にね、もうあの缶ビールちょっと2杯かましちゃってます。だからね、ちょっとほろ酔いでいい感じなんやけども、そろそろかな。あそこの左っかですね、その角のところ、お店やけどいてるかな。はじめまして、拓造です。おしゃれやな、イージーで。オーラありますね。普通ですよね。かっこいいですね。イエーイ。すいません。僕ノースペースとか持ってないんですよ。あ、そうなんや。はい、いや、それも、ね、聞こうと思ってて、はい、何経由で知ってくれたんかなとか。いや、もうね、しゃべりですね。あ、そうなんですね。人柄が好きで、ずっと見てますね。
セカンドサードチャンネルまで登録したんですよ。やめぞ。はい。一人でよう喋ってますもんね。一人でよう喋ってますもんね。そうですよね。最近アングル変えましたよ。二画面します、ね。二画面。最初はねこれなんですよ。メインこれなんですよ。あ、そうですか。メインこれでもう一個が違うとかあるんですよ。今日嫁蔵さんは来てないですか。嫁蔵ね来てないですね。四国、そうですね。四国なんかいつでも行けるからって思うかったですね。たまに来るんですか。こっち。たまに来ます。あ、そうなんですか。香川とかそういうことカバンはい持ってくれてる。いや、そうそう。はい。だし、結構来るんですよね。頻繁で。あ、そうなんですか。ちょっと系統全然違いますよね。工藤さんの。いやいやいや、全然そんなもんないです。そうですか。若い人は結構でもそういう感じが多いんですよね。本当ですか。うん。20代の人とか。はいはいはい。落ち着いてます。落ち着いてますか。うん、お子さんおるから。今年30なんですか。すみません。僕はあのカメラマンの子が同い年なんですよ。本当ですか。カメラマンのふーちゃんって子なんですけど、はい、その子が多分29で今年30で同い年。同い年ですね。うん、ついてるなって。はい、いえいえ、全然です。緊張してます。そう、全然緊張するような相手じゃないんで、そんな。5年間中学校の体育教員をしたんです。はいはい。で、去年まで、3月まで、あの、採用試験も受かって。お、すごいな。あの、担任とかも持って。うん、去年から僕が香川県で入ってるバレーボールチームが、うん、その V リーグってプロ化を目指して教員をしながらだったら時間的に練習ができるんだったりとか、授業もやらなあかんしね。そうです、はい、で、やっぱ競技年齢としても残り10年ぐらいしかないなと思うんですけれど、それでもやっぱ自分の人生の全てをかけてプレイヤーとして、あ、そうです、はい、すごいな、チャレンジしたいと思ったんで、すごい、その拓斗さんも教員を辞められて、うんうんうん、自分の新しい道を進んどるっていうのをすごいこう共感ができて、いやいやいや、僕そんなに大したあれじゃないんで、ほんまそんな言われたりしたらね、背筋伸びます。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。最後写真撮りますか。あ、写真もお願いします。はい、チーズ。うわ、これからも応援させてください。いいえ、ありがとうございます、ほんまに。いやー、飲みに行ってきましたね。楽しかったですね。いや、ついついついいろいろ喋ったんですけどね、視聴者さんと会うのはね、楽しかったなと思います、僕ベロンベロンなんでね、あとは家帰って、あ、ホテル帰って寝たいなと思います。では、おやすみ。はい、それではね、次の日になりました、昨日は楽しい思い出やって、今からね、小豆島の方にね向かおうかなと思ってたんですが、残念なことに二日酔いで行けませんということでね、ちょっと今コンビニの前で休憩しております。チェックアウトしてこのようにね、コンビニ前で休憩させていただいてるんですけども、こんな状態で船乗れない、船乗ったらねもうあの気持ち悪くなっちゃってね、リバースしちゃうと思ったんでね、今日はもうゆっくり徳島行きます。ゆっくり徳島行って夜視聴者さんとね、今日は2人の方会うんですけども、お会いさせてもらうということで、ついつい僕調子乗っちゃうんですね。完全これ調子乗った後の次の日の顔がこれになってるんですけどもね、こんなをね日本各地のコンビニで見かけた時はねそっとしといてくださいということで、ゆっくり徳島に行きます。昼飯はね、まあ、どうせやったらうどん食べようと思ったのにめちゃくちゃ混んでる。2時間とか3時間待ち、もうこれ無理やでと思ってね、もう唐揚げでも食おうかなと思ったけど、これはどこでも食えるなと思ったからね、高松まで、高知まで移動しました。徳島まで移動してね、徳島ではすだちなんですよ。だからね、すだち食おう思ってね、すだちの、冷たいうどんをいただきましたけど、これもまたうまいんですよね。コシがあって、そしてすだちの風味があってね、さっぱり食べれるのでぜひ行ってみてください。ありがとうございます。はい、あれからですね、無事チェックインして寝てました。昼寝しててね、もう外は暗くなってますが、今からちょうどね視聴者さんに会いますので、視聴者さんに会って、今日2組の方会います。まず1組目が今からで、2組目がちょっとしてから会うんで、まあ、昨日の二の舞にならんようにね、あんま飲みすぎんように行きたいなと思いますので、行きたいなと思います。いやー、どんな人が来てくれてるか楽しみですね。ついつい楽しくて飲んじゃうんですよね。そしたらもうなんかよく分からへんことになってね、いろいろ忘れたりするんですけどもね。いやー、すみません、ありがとうございます。結構駅前人多いっすね。多いんかよ。あ、そうなんや。いやでもサッカーやってくるから結構多いなと思って。四国強いんすか、やっぱみんな。いやいやいや、強いんやっぱ。僕は宝もんね。
全然酔ってる感じ全くないけど。あ、そうだね、こなしたよかったですね。すいません、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。このチャンネルとセカンドと、はい、セカンドを見てて、セカンドは朝仕事行くときに運転しながらも見えてないですか、うん、見えるので、ここに置いて流して、はい、ラジオみたいな感じで家族のこと思ったらね、早く帰ってあげたい。逆に今のタイミングで転職を取ってから転職するって考えたら不安の声が多いですか、ね、まあ、家族からはいいんですけど、うん、まあ、会社の人からこのタイミングで辞めるなみたいな。しかも子供とゲームを食べたんですけど、あ、そうなの、すごいな、スジローですごいな。僕は転職とかあんまりしたことないんで分からないんですけど、人に理解されるぐらいが一番いいですけどね。そういうやつの方がなんかよくかっこよくいいっていうかね。はい、ということでね、お二人の方とお会いさせてもらいました。まず一組目の方はね、面白い感じの人でね、ちょっとやんちゃな感じの人やったんですけど、楽しくお話しさせてもらって、二組目の方はですね、娘さんと一緒に来てくれたんですけども、まあ、お仕事終わりでね、忙しい中来てもらってありがとうございました。めちゃくちゃ若いのにちゃんとやっててすごいなと思ってね、僕も頑張っていかなあかんなって刺激を受けさせてもらったんで、また明日からも頑張っていきたいなと思います。こうやってね、視聴者さんと会わせてもらったらね、やっぱ常日頃ね、感謝忘れたあかんなっていうのほんまにもう身に染みて感じるんですよね。あ、こんだけ応援してくれてる人がおるなとかっていうのって普段思わないんですよ。全く思わへんし、ね、別にわしが好きでやってるんやぐらいしか思わんけど、こうやっていろんな人と会わせてもらったらね、あ、マジでいろんな人のおかげでできてんねんなと思うからね、気がね引き締まってくるんですけど、また2週間後ぐらいにね、九州か関西かなんかその辺行こうかなと思ってるんでね、また空いてる方をね、インスタグラムの方から連絡いただければね、ありがたいなと思いますので、これから会う日本全国の皆さん、楽しみにしてます。ちなみにね、あの高知県でも誰でも会ってないし、愛媛でも誰でも会ってないということで、日本全国に視聴者さんおると思って、ちょっと勘違いして天狗になっておりましたけども、まだまだだったということなんでね、次のとこ行った時はぜひぜひあの近くの方は連絡ください。そしたら会いに行けますので、ね、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、日本一周四国編をお届けしたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。